言語聴覚士国家試験合格を目指す皆さんを応援するデレットチャンネル。本日は基礎医学から神経系の構造と機能、伝導伝達編です。はい、前回の興奮編の続きになります。前回細胞が興奮してその活動電位はどうやって神経を伝わっていくかということを今日は解説していきたいと思います。はい、では今日前回の興奮編とこの伝導伝達編の動画を見て解けるようになる問題が第18回の午前問題5番、神経について誤っているのはどれか。1、運動神経終末からアセチルコリンが放出される。2、有髄繊維は無髄繊維より神経伝達速度が遅い。3、脊髄感覚神経は後根を通る。4、域地を超えると脱分極が生じる。5、静止膜電位はマイナスである。さあ、今日この問題の選択肢すべて解説できるようになりますよ。ではやっていきましょう。まず前回の復習をさらっとしていきましょう。前回の興奮編ではこのニューロンと呼ばれる神経繊維ですねの軸索の部分を拡大したところから始まりました。そして刺激が入っていない通常の状態はカリウムチャネルが開いていて、そこから細胞内のカリウムイオンが流出して細胞内の方がイオンの数が少なくなる、要するに膜電位がマイナスになる、この状態が静止電位でした。刺激が入ると今度はカリウムチャネルが閉まってナトリウムチャネルが開くことにより細胞の外からナトリウムイオンが細胞内へ流入しました。すると細胞内がマイナスだった電位がプラスに転じます。それが脱分極と言いましたね。そうやって発生した電位のことを活動電位と言いました。さあ、ここで発生した活動電位どうやって神経を伝わっていくのか見ていきましょう。はい、ここからまた少しサイズ感が変わってきます。ニューロン全体を見てみます。最初何も刺激が入っていない状態では静止電位という状態でしたよね。それはこの軸索すべての場所で同じです。しかしこのある部分に刺激が入るとその部分だけ脱分極が起こり活動電位が発生します。ただし活動電位が発生するのはその場所だけで、その隣はまだマイナスのままです。これを局所電流と言います。そして局所電流が生じたここでは脱分極が起こり活動電位が発生しています。するとその両隣が今度はその活動電位によって脱分極が誘発され両隣がプラスになります。そして最初に活動電位が発生していた部分はまたマイナスの状態に戻ります。前回やりましたよね。一度脱分極を起こした後に今度は元の静止電位に戻ろうとして再分極というものが起こります。そして過分極という流れでしたよね。で、両隣に伝わった活動電位さらに両隣に伝わります。こうやって、一つの局所電流が生じてそれを両サイドに渡していくという形でドミノ倒しのように、活動電位は伝わっていきます。これを興奮の伝導と言います。で、前回覚えていますか。過分極っていう現象が起きている時、不応期と呼ばれる時期になっているという説明をしました。この不応期っていう時期に入っている場所は他の刺激が入力されても脱分極を起こさない、活動電位は発生しないっていう時期でした。活動電位が生じてそれを両隣に伝導する、するともともと興奮していた部分はまたマイナスとなる。この時不応期にあるわけで、この状態で刺激が入力されてもすぐに脱分極を起こしてプラスになることはない。だからちゃんと順番通りに両サイドに順序よく興奮が伝導していくというわけです。で、この興奮の伝導なんですけど、神経の種類によって伝導する速度が少し変わってきます。ということで、まずその神経の種類について少
少し話していきます。神経っていうのは中枢神経と末梢神経に分かれます。中枢神経は脳と脊髄ですね。で、他の脳神経や脊髄神経っていうのは末梢神経になります。間違えないように気をつけましょうね。脳は中枢神経だけど脳神経は末梢神経、脊髄は中枢神経だけど脊髄神経は末梢神経です。はい、末梢神経の分類を見ていきます。これは有髄神経と無髄神経って構造によって分けることができます。ちなみに中枢神経、脳と脊髄はほとんどが有髄神経だそうです。この有髄無髄の髄っていうのは何なのかっていうと、下のこちら髄鞘というものです。ミエリン鞘とも呼びます。この髄鞘っていうのが軸索に巻きついてあるもの、これが有髄神経。そして髄鞘と髄鞘の間に軸索がむき出しになっている部分があります。これをランビエ後輪と言います。はい、でついでなのでこの構造をちょっと詳しく見てみましょう。右のこの絵ですね、髄鞘のある部分をざっくり切ってみた絵になります。で真ん中に軸索が通ってますね。そして末梢神経の場合、この髄鞘を構成しているのは手腕細胞というシート状の細胞になります。手腕細胞っていうのがいっぱい巻きついて髄鞘またはミエリン鞘というものになっています。まあ、ミルフィーユの一枚一枚の生地が手腕細胞で出来上がったミルフィーユが髄鞘みたいな感じで思ってもらえたらいいと思います。でこの有髄神経と無髄神経っていう構造の違いによって興奮の伝導の速度が変わってきます。はい、こちら有髄神経にある髄鞘、これは電気を流さない性質があります。というかそもそもランビエ後輪にしかナトリウムチャネルがないそうです。なので脱分極を起こして活動電位を発生するのは有髄神経の場合ランビエ後輪の部分のみということになります。なのでまずどこかで活動電位が発生して興奮します。すると次ナトリウムチャネルがあるのは髄鞘の向こうにあるランビエ後輪です。なのでそこにひょいと飛んで今度はこの部分で活動電位を発生します。というように髄鞘を飛ばしてランビエ後輪からランビエ後輪へと飛び飛びに伝導をしていきます。この有髄神経の伝導方法を跳躍伝導と言います。こうやって飛び飛びに伝導していくので速度はとても速いです。一方無髄神経、ナトリウムチャネルだらけ、むき出しの軸索です。なのですぐ隣に伝導していきます。一つ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 、各駅停車のように伝導していくので無髄神経は伝導速度が遅いです。有髄神経、無髄神経は構造だけでなくこういった伝導速度の違いもありますので覚えておきましょう。こうやって一つのニューロンの中を興奮は伝導していきます。じゃあこの一つのニューロンの中で伝わった活動電位、その先どうなっていくのか見ていきましょう。ここからちょっとニューロン強引に縦向きになってもらいます。今度はこのシナプスと呼ばれる部分を拡大してみます。このシナプス、神経の一番末端先っちょのところですね。この部分神経終末と言います。そしてこの神経終末にはまたチャネルが出てきます。カルシウムチャネルというものがついています。そして神経終末の中にシナプス小胞と呼ばれる袋があって、その中には神経伝達物質というものが詰まっています。そして、このニューロンの次のニューロンですね、これの先っちょがここです。ここには上から来る神経伝達物質を受け取る受容体があります。はい、こういった構造になっていて、じゃあどうやって活動電位が伝わっていくのか見ていきましょう。
軸索の部分で活動電位が発生しました。それがこの神経終末まで伝導してきます。すると神経終末まで来た活動電位によってカルシウムチャネルが開きます。すると外にあったカルシウムイオンがこの神経終末の中に流入してきます。すると神経終末の中に流入してきたカルシウムイオンがシナプス症候を動かします。カルシウムイオンによって動かされたシナプス症候はこの神経終末の一番下の膜、シナプス前膜と呼ばれます。ここにぶつかります。そうすると、はい、シナプス症候は、膜で覆われていて、その膜とこのシナプス前膜って同じ成分なので一体化するらしいんです。それによってこのようにシナプス症候の中にあった神経伝達物質がシナプス間隙に放出されます。すると待ち受けてた受容体がこの神経伝達物質をキャッチします。そうすることで次のニューロンも活動電位が発生します。そしてまた同じように次に次にと伝導していくというメカニズムになっています。このニューロンからニューロンに興奮が伝わることを伝達と言います。一つのニューロンの中で興奮が伝わっていくことは興奮の伝導、そしてニューロンからニューロンに伝わることを興奮の伝達と呼ぶので、ここは区別して覚えておきましょう。それとこの神経伝達物質、たくさん種類があるみたいなんですけど、有名なノルアドレナリンやアセチルコリン、あとはセロトニンやドパミンなども神経伝達物質になります。これも一緒に名前を覚えておきましょう。で、ここまで興奮の発生、伝導、そして伝達という流れでやってきたんですけど、ここはでもすごく小さい世界での話ですよね。これが人の体ではどのように伝わっていくかっていうのを見てみましょう。そのためにもう一度神経の分類、そもそもの話になるんですけど、そこからやってみます。はい、先ほど末梢神経はその構造の違いによって有髄神経と無髄神経に分けられるという話をしました。今度はこの末梢神経の機能、あと部位によっての分類を紹介します。まず機能による分類は感覚神経、運動神経、自律神経があります。部位による分類は脳神経と脊髄神経です。機能によって分けた感覚神経、これは入力された刺激を中枢、つまり脳や脊髄に向かって伝える神経のことを言います。運動神経、これは感覚神経の逆ですね。中枢、脳や脊髄から送られた指令を筋肉とか末梢に伝えていく神経になります。自律神経は自分の意思とは関係なく働く神経ですね。緊張した時に心拍数が上がるっていうのも自律神経の働きです。で、この神経によって通る場所が違うんですよね。はい、この下の絵、これは脊髄の断面図になります。運動神経は中枢から脊髄前根を通って末梢に伝えられます。感覚神経は末梢から喉根を通り中枢へ伝わっていきます。はい、これを逆に覚えないように語呂合わせです。こちら雲仙観光、雲仙いいところですよ、長崎の、行ったことないけど。運動は前根、感覚は喉根。はい、これで間違いなく覚えておきましょう。ここまで興奮の発生から伝導、そして伝達、さらにその興奮がどこを通って伝わっていくかというところをやってきたんですけど、だいぶ複雑な内容だったので前回の興奮編も含めて一つにまとめてみました。では実際に
何かこう氷とか冷たいものを触った時にその冷たい刺激がどういうふうに脳まで伝わるかっていうのを見ていきます。まず最初、何も触れてない、刺激が入ってない状態です。それが静止電位の状態でしたね。静止電位っていうのは細胞内が細胞外に比べて電位がマイナスである状態でした。なぜ細胞内がマイナスかというと、カリウムチャネルが開いているため、細胞の中にあるカリウムイオンが細胞の外に流出して細胞内のイオンの数が少なくなっていたから、その時細胞内はだいたいマイナス70ミリボルト、この状態が静止電位と言いました。では冷たいものに触ります。それが刺激ですね。その刺激が入った時、細胞膜にあるカリウムチャネルが閉じてナトリウムチャネルが開きます。すると細胞の外にあったナトリウムイオンが細胞の中に流入してきます。それによってもともと細胞内がマイナスだったのに、細胞の外よりも中の方がイオンの数が多くなってプラスになります。これを脱分極と言いましたね。こうやって発生した活動電位、その活動電位は今度はこの軸索を伝わっていきます。ドミノ倒しのように一個一個隣に行くんでしたね。でこれは、有髄神経の方が早く伝導するっていう話でしたよね。それを跳躍伝導と言います。でそうやって興奮が伝導されたら神経終末に行き着きます。はい、この神経の一番末端では何が起きていたか、活動電位が神経終末に到達するとカルシウムチャネルが開いて、外にあったカルシウムイオンが神経終末に流入してきた。そしてそのカルシウムイオンがシナプス商法を動かして一番下の膜、シナプス全膜と一体化します。するとシナプス商法の中にあった神経伝達物質がシナプス間隙に放出される。その放出された神経伝達物質、ノルアドレナリンやアセチルコリンなど、それを次のニューロンの受容体がキャッチしました。そうすることで次のニューロンに活動電位が生じて、また同じように伝導していく。これを繰り返して繰り返して、指先で触った冷たい刺激が脊髄の後根を通って中枢に向かっていきます。そして脳に伝わってようやく冷たいと感じる。はい、こんな複雑なことが一瞬で起きている。人の体は本当すごいですね。はい、ここまで神経系の、興奮の発生から伝導伝達とやってきました。それでは問題を解いてみましょう。第18回の午前の5番、神経について誤っているのはどれか。1、運動神経終末からアセチルコリンが放出される。はい、ありましたね。運動神経の終末まで、活動電位が伝導されて、その活動電位によりカルシウムチャネルが開いた、カルシウムイオンが入ってきた、シナプス商法を動かした、一番下まで行ってシナプス間隙に神経伝達物質を放出しました。この神経伝達物質の中にアセチルコリン含まれますね。はい、なので1番丸。2、有髄繊維は無髄繊維より神経伝達速度が遅い。はい、これもありましたね。有髄繊維、有髄神経と表現していましたけど、細長い構造になっている神経細胞は神経繊維と言います。で、有髄繊維は無髄繊維より神経伝達速度が遅いか、有髄の方が早かったですよね。ただ有髄無髄の話っていうのは神経の伝導の速度に関するもので、伝達っていうのはシナプスで行われるものだからあんまり関係ないというか、ちょっと話が変わってくるかなという感じなんですけど、まあどちらにしても有髄の方が早い。なので2番が×です。3番、脊髄感覚神経は後根を通る、ありましたね。
運前感行、運動神経が前根を通って感覚神経は後根を通ります。4番、行き地を越えると脱分極が生じる。はい、興奮編でやりました。脱分極が起きる一番小さい刺激が行き地でしたね。はい、脱分極っていうのは細胞の外にあるナトリウムイオンが細胞内に流入することで細胞内の電位がプラスに転じることでした。はい、5番、静止膜電位はマイナスである。はい、ずっと静止電位と言っていたんですけど、静止膜電位とも言います。静止膜電位はカリウムチャネルが開いているから細胞内のカリウムが外に流出することで細胞内のイオンの数が少なくなる、よって細胞内はマイナスの電位になるという状態でしたね。なので5番丸です。はい、いろいろやってきたんですけど、まあ、実はこれ問題自体は結構簡単で、だいたい2番誤ってるってわかるんですけど、国家試験を過去問を使って勉強する場合、やっぱりこの正解以外の選択肢についてもしっかりと理解説明できるようにしておかないと次の試験対策にはならないと思います。今回結構複雑な話をやってきましたけど、これが国家試験勉強の参考になれば幸いです。それでは皆さん、国家試験勉強頑張ってください。ありがとうございました。